中島遊園地競馬場、明治24年の札幌地図、中島遊園地競馬場は一番下になる。明治24年では、札幌市街地は中島公園まで及んでいない。中島遊園地競馬場の大まかな概念図、中島遊園地競馬場は、鴨川をまたいで作られていた。一周は、約950メートル幅は、約14.5メートル。 中島遊園地競馬場から1906年まで存在した競馬場。一周約950メートル。末期には1000メートルに拡張され、主催は札幌共同競馬会社から北海道場馬会に。1907年、北海道場馬会は組織を拡大して北海道競馬会と改める際に競馬場も小鳥川農園に移し、 中島遊園地競馬場は廃止された。札幌市街の南にあった中島の地を黒田清高は桑畑にするように東京から指示を出したが、札幌の管理は風光明媚な中島の地を桑畑にすることを拒んだという。方願、岩村道都市は札幌の北に海楽園、南に中島、西に縁山、東に苗穂の各公園を配置する計画を持っていたと言われ、 札幌区長山崎は1883年、中島に公園を設けることを要望し、札幌県はこれを許可し1886年、中島遊園地は設置された。中島公園は当時は、中島遊園地と呼ばれていた。札幌市街の北側には、快楽園が設けられ、快楽園内には、物彩会場、育種場、札幌育種場競馬場が設けられていたが、 海楽園で開かれていた農業博がだんだん大規模になるにつれてゼマになりこれらの施設をより広い場所に移すことになった。1886年札幌県、函館県、根室県の3県が廃止され、北海道が置かれたが、それに伴ってそれまで競馬が行われていた札幌育史競馬場は廃止され、競馬場は中島遊園地に移転される。北海道庁長官。 岩村道俊や札幌区長、浅羽安氏らが推進し、親とい外国人である獣医師エドウィンランが競馬場を設計した中島遊園地競馬場は1887年に完成する。一周は525軒、コース幅は8軒の競馬場で左回り。馬場の一部は、かも川にかかるため橋を架けた。札幌の競馬は中島遊園地に移転をますます盛んになったという。 競馬に参加するため室蘭や向川、は、ニーカップから札幌まで出向いてくる馬さえもいた。それらの馬は、競馬の十数日前から札幌に来て、調教を行ったという。1881年頃には四尺二寸から四尺五寸だった。札幌の競走馬の身長が、中島遊園地競馬時代には四尺五寸を超え、最も大きい馬では五尺に達しようとしていた。 明らかに馬の体格は向上し、走る速度も向上している。中島遊園地競馬場、上級管理のほとんどは札幌共同競馬会社会員だったので、上級管理は不可的に月給から1割取られたわけである。しかし1891年、長年会長を務めていた長山が辞任し、谷七郎に代わった折に、会員の管理からの月給の1割を強制徴収することを止め、 1893年に会長になった南部現像は規則を改め競馬の定例開催は年1回とし、運営資金は寄付によって賄うことにし、賞金額の上限も撤廃し、競争場の検査規則も設けた。定期開催は年1回にするものの臨時競馬を行い、札幌の競馬人気はますます高まり盛況だったという。しかし、札幌住民の人気はあったが、 札幌共同競馬会社内部には危機が迫っていた。先の札幌共同競馬会社会長、長山武志郎は、精錬な人物であったが精錬すぎたため有志の反発も買い札幌共同競馬会社には財産がなかった。長山の辞任後には、管理から回避を強制徴収するのを止め寄付に頼ったが、札幌住人の人気と、裏腹に経営は苦しくなっていった。 指揮が下がり経理関係も乱れ、寄付する者も,も減っていった。南部現像の後に、会長はたびたび変わるが、札幌共同競馬会社には、財産もなく、寄付という不安定な収入源に頼ったため、経営は、苦しく、馬ばや、旨味どころは荒廃していく。1900年くらいまでは最低でも20頭は、確保できた、出走馬も、明治37年には14頭に過ぎず、 寄付を拒否する者はますます増え、札幌共同競馬会社と中島遊園地競馬は自然廃絶の危機に瀕した。1904年には、旨まみどころ野球者は修理さえ、不可能なほど荒廃しコース上の橋は人間が渡ることさえ危険なほどであったという荒廃し、自然消滅の危機を迎えた中島遊園地競馬は日露戦争を機に復活する。日露戦争では、 群馬が活躍したが、馬さんや馬の体格の向上に、札幌の競馬が果たした役割は明らかで、しかも今後もその役割は大きいと評価され、歴史ある札幌競馬を残そうという動きが生じてきた。1905年北海道場馬会は組織の形態をとどめなくなった札幌共同競馬会社から、中島遊園地競馬場を引き継ぎ競馬を行うことになった。 北海道場場会では、北海道単行汽船会社の講演を得て寄付金を募り、北海道単行汽船会社関係者他200人余りから寄付金を得た。この資金で持って交配した中島遊園地競馬場を建て直す。競馬場一周の距離を延長し550軒とし馬、見どころ、旧車、かも川に架か,かる橋を新築する。 札幌共同競馬会社から引き継いだものは反戒した審判所と反証一個だけだったというので、北海道乗馬会は中島遊園地競馬場施設をほとんど新設したようなものである。競馬運営は北海道乗馬会競馬部とし、北海道乗馬会競馬部は規則を定め全道に会員を募集し、 1905年8月19から20日に、北海道場馬会として、初めての中島遊園地競馬を行った。北海道場馬会は競馬を開催する趣旨として、馬筆の改良を強く打ち出し、札幌共同競馬会社時代のような短距離競争を廃止し、長距離レースのみ行った。多くのレースは1マイル以上とし、番外では5500件などという突拍子もない、番組さえ組んだ。 この超長距離番組には6等が参加し、時間は20分だったという。1906年には、うまみどころを1等新築して加え、また、乗馬共進化。5500件走る長距離レースは10回行われ、第1回目には20分だった時間が16分まで向上している。1906年には、西洋馬も登場している。札幌共同競馬会社時代には5尺を超えることが、 なかった競争馬の体格も北海道乗馬会時代には5尺を超える和洋雑種馬がザラにいるようになっている。日露戦争では日本の馬は大量に消費され、また日本馬は外国の馬に比べて体格が著しく劣っていることが明確になり馬の改良と増殖は国家的な課題となった。このため1905年12月日本政府は 和室の改良を促す目的で馬券を目標することとなった。明治39年から明治41年頃には日本中に競馬会と競馬場が林立する。ところが馬券目標に伴い東京方面にありながら北海道において競馬を企画する団体が4つ現れた。これらの団体は北海道中央競馬会の足を引っ張ろうと格索する。 北海道中央競馬会は争いを避け、これら4団体を受け入れ、改めて北海道競馬会として、社団法人として申請し、認可を得た。北海道競馬会は25万円の資金を集め、競馬場建設の実施会社として、北海道馬筆奨励会社を設立する。ここに至り、馬券目標される法人の規定として1マイルのコース長を持つ競馬場が必要となった。 コース長1000メートルの中島遊園地競馬場では大きさが足らず札幌の北西にある小鳥川農場地にコース長1マイルコース幅21件の競馬場を新設移転することになった現在の札幌競馬場であるこれに伴って中島遊園地競馬場は廃止されることになった1907年からは札幌の競馬の歴史は札幌競馬場が引き継ぐ ありがとうございます。